東武鉄道グループのバス事業者、朝日自動車株式会社は、埼玉県、茨城県などでタクシーを及び路線バス事業を営む会社。東武グループに属し、東武鉄道の連結市会社であるとともに、現在では東武グループのバスタクシー事業者による、朝日自動車グループをまとめる統括事業者に位置づけられている。タクシーは、埼玉県などの東武鉄道沿線、 路線バスは主に埼玉県東部の東部伊勢崎線、日光線沿線を中心とした地域で事業を展開する。埼玉県より武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に基づく指定地方公共機関にバス事業者として指定されている。創業路線のあった法上。昔の面影を色濃く残す。グループの気流アサヒ自動車も アサヒ自動車と同様に、アサヒタクシーのブランド名で、タクシー事業を行っている。以下は公式サイトの営業所一覧にないため、廃止されたものとして扱う。因は、他社との共同運行。アサヒ自動車のタクシー車種、日産、セドリック営業車アサヒ自動車のバス2020年6月、現在の車両数は、路線バス314両、貸し切りバス6両、 特定バス21両、タクシー100両。クラウンコンフォートデラックス A パッケージとセドリックカスタムの両者が主力だが、群馬県内の一部営業所では小型料金のコンフォートも在籍する。クラウンコンフォートは一部営業所で黒塗りも導入されているほか、かつては法人タクシーでは珍しい6気筒エンジン搭載のセドリック、クロリアクラシックが存在した。 中型車が主流である。ほとんどがオートマチック車で、マニュアル車は少ない。メーカー別では、日野、伊須津が大半を占める。他は三菱不走車が、勝負営業所に少数在籍する。日産ディーゼル車は、本庄、大田に導入されたが減損しない。コミュニティバス用には、トヨタ車も使用される。かつては、ワンステップ車が主流であったが、ノンステップ車の導入が順次進んでおり、 国土交通省のノンステップバス導入率が高い事業者ベスト30によればノンステップ車の導入比率は2015年が 65.8%2018 年では83.3%である車両デザインは白地に赤い半円を倉庫に配しその周りに青い線が巻かれている赤い部分に白抜き車体で朝日と入る 1998年に登場したデザインで、翌1999年末頃からは、旧塗装車の塗り替えもされている。初期に新塗装化された車両については、アサヒの文字が小ぶりだったが、2001年以降の新塗装化試行車及び造備車については、アサヒの文字が大きめになった。旧塗装は濃い青と薄いグレーだった。 東武バスから路線と共に移管された車両には、東武バスカラーのまま表記のみ、朝日バスと書き換えて使われたものもあった。なお、現行路線車と共通のデザインは、同じ東武系列の川越観光自動車、国際ハイヤーでも導入している。また関越交通、国際中央交通伊勢崎営業所、日光交通でもグループ内移籍等により、導入されている。一方、 グループ内でも茨城急行自動車、万道自動車では、アサヒカラーは導入されていない。廃車車両は、関越交通、日光交通など、アサヒグループ内や、広南バス、グリーン観光バスなど、地方のバス事業者に移籍している。また、アサヒ自動車内で、経年者を置き換えるため、自動車 NOX、PM 法の規制対象区域内から、 規制対象外地域の営業所への移籍もされている。上記の法則により、2262は中型車の262号車ということになる。BJ Editors, BJ Handbook R54 アサ自動車 ,BJ Editors, 2005年1月1日、ISBN4 から 434053221,BJ Editors, BJ Handbook S91 アバス b j リターズ、二千2016年5月1日 ISBN 978から4から434218828ありがとうございます。